お前が後手だ。対局開始。お願いします。相手の得意戦法は一手損角換わりだったんですが、まあ、これは角換わりにはなりませんね。三間飛車、まあ、この辺はもう考えずにパシパシ指していきましょう。もう考える必要もありませんね。畳の囲い、まあ、考えるより感じろって言葉がありますが、私は感じるよりも考えるなんて、身の囲い、まあ、実は将棋王座って実はあまり向いてないのかもしれませんね。これ突っ越しちゃうか。やはり感じるというのはね、これ突いたらどうなるの。高みの囲い、4ポイントついてくるのかなと思いましたけど、つかないんですね。桂馬攻めていきますか。そうするとじゃあこちらは向かい飛車、これ4ポイントから来るのか。2分30秒うるさいですね。しょうがない、飛車乗るか。めんどくさいなこの手は。なんか桂馬交換どっち得してるかわかんないけど、でもちょっとねこれ角がうるさいので、ちょっと角追いかけるフリーでやっぱしとくか。さあ時間で差がついてるのが痛いですね。相手は得意戦法なのかな。銀冠でしょっか。こちらも銀冠。なんかここつきたいな。うっとしい向かい飛車にして、こっち、まあ、何でも取りましょう。こういうのはね、バンバン、取れるものは取る、取れないものは取らない。あとはこれ次8号車と走れるので、形勢は悪くないと思いますけどね。次飛車走ったら飛車が非常に大威張りな展開になりそうなので、こっちの方が面白いんじゃないかな。考える前にね、もうどんどん取ってきますね。うわすごいな、活気ですね。別の人ですね。すごいな。同銀は同金でちょっと同金。これは受けるか。まあ角交換してきたら同銀で5七の地点を受ける。さあ時間が少し抜けてるのが気になるが、これは受けるか。銀でバチッと受けて。でもどうなんかな、形勢的に。相手のがちょっと守りは薄いと思いますけどね。さあ馬これ切ってくることはないか。どうやら切らないだろうな。切るのかい。これ桂馬打ちとかないですから、これ取るって。1分30秒、これは見逃しじゃないか。これはもうパクッとね頂いて、これも銀で取って、これは優勢になったんじゃないかな。ただ次もどうしよう。なんかいい手を見つけたいですが、桂馬打つ。やべえ、ちょっとどこに行ってんの。まあでもこれ今5号桂で打ちたかったんですけどね。これ飛車取っちゃいますね。これはもう勝ちでしょ。これはもうね当たったんじゃないか。ただまだ油断はできない。1分。分からん、こんな手でいいんだろうか。これもうガツンと直接手で、分からん。まあでも形勢スカイライナーは形勢なんですが、桂馬跳ねると、まあ飛車取ってきたら金取って詰んですね。これさすがに勝ったな。これ受けが難しくちゃうんだ。これ金逃げても3人から打ち込んで詰みそうですよ。
おお、潔い態度だ。潔い。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。見事だったと。見事でしょ。これがね、これがこういう、これがね、これがこういうあのあれですからね。三段に勝って、ちょっと今日はニュース、ですね、このニュースを、ヤフーニュース、毎日新聞からなんですが、終電繰り上げ、働き方変わると期待、身勝手と批判も JR 東日本21年春に、今日は2020年9月28日なんですが、鉄道会社が、終電を繰り上げるっていうことを言ってるんですね。JR 東日本が、来春のダイヤ改正で東京駅から100キロ圏内にある在来線の終電を30分程度繰り上げる。その影響大きく、仕事の残業や飲食店の営業時間、飲み会を終えるタイミングと幅広く及びそうだ。主要駅の駅前で人々に賛否を聞くと、社会が変化するきっかけになると好意的な反応がある一方、JR の都合で決められてもと批判的な意見も出た。身勝手な感じだ。 JR 新橋駅近くの九州郷土料理店、新橋ゆうくん酒蔵のおかみ松永陽子さん75歳は、終電繰り上げの方針を耳にしたとき率直にそう思ったという。店は1978年から40年以上夫婦で切り盛りしてきた。駅から徒歩2分の好立地にあり、電車にすぐ乗れる。二次会で立ち寄るサラリーマン客も多く、終電前まで店は繁盛した。だが新型コロナウイルスの感染拡大で状況は一変した。リモートワークが進んだこともあり、客が1日1人という日も。客足は新型コロナ前より9割減った。こうした中発表された終電の繰り上げ方針、JR 東日本は新型コロナの影響で午前0時台の山手線利用者が6割減るなど、深夜帯の乗客が大きく減少する中、終電後の設備の保守点検をする作業員の労務環境を改善するためだと理解を求める。終電が早めれば飲食店には早く閉店するところもありそうだ。松永さんは JR 東日本の事情はわかるとしつつこう続けた。客足だけでなく従業員の帰宅時間にも影響する。電車の時間で生活が左右される私たちのことも考えてほしい。あまりにも唐突すぎると声を落としたんですね。首都圏では午前1時台でも在来線が動いているが、終電の繰り上げでタクシー利用が増える可能性もある。ただし東京ハイヤータクシー協会の担当者は、客の動向がどのように影響するか現状では見極めが難しい。減少も増加も考えられると慎重な立場を崩さない。JR の利用者は、どう感じているのか、新橋、新宿、渋谷の各駅前で聞いてみた。金融会社役員の男性は、利用者が少ないのに電車が走らせるのは無駄だ、繰り上げには賛成とした上で、飲みに行く人が多い金曜だけで終電を遅らせてもいいのではと提案する。会社員時代は週1回程度飲み会で終電乗ってたという。主婦は、終電まで飲むのは昔のやり方、夫も今はそんな飲み方はしないし時代が違う。新型コロナの感染拡大前は仕事や遊びで終電を使ってたという男性会社員も、帰宅時間をむしろ終電に合わせていたというところはあると繰り上げに理解を示す。広告関係会社に勤める女性は、終電が早くなれば働き方や社会が変わるかもと期待した。一方、事業をしている男性36歳は、 JR も商売、保守点検のためというが儲からないから繰り上げているようにしか見えないと指摘する。旅行会社事務員の女性28歳は、繰り上げ予定、密が発生しないが心配。郊外に住んでいるので終電繰り上げは厳しい。 JR の都合だけで決められるのは困ると話した。JR 東日本は10月中に路線ごとの繰り上げ時間を発表する方針だという、話なんですが、中央大学の後藤教授は、 JR 東日本は繰り上げで乗客にどの程度影響が出るか事前にしっかり把握すべきだ。例えば終電間際の利用者にバスやタクシーといった代わりの足があるかどうかを考えないといけないだろう。公共交通機関という使命がある以上、大規模なイベントがある際は臨時便を走らせるなど、ニーズに合わせた柔軟な対応が必要だと話しているわけですが、まず終電が繰り上げることによって、なんかその社会が変わるんじゃないかと、働き方が変わるっていう意見があるんですけども、要するにその残業とかをさせられてる人たちがもう終電がなくなっちゃうんでってことで、帰る口実になるってことですよね。終電っていうのは言い訳となって、
仕事はここまでっていうさ区切りにできてた。でも終電がさもっと早くなればもっともっとこう、早めに仕事を切り上げられるようになるよねっていう話だと思うんですが、そうやってさその状況に左右される言い訳によって、働き方が変わるというのはなんかその自己主張できない国民性というか自分の権利を主張できない国民性というのはもろに現れていると思うんですよ。働きたくなかったら働きたくありません。それでさ本来ならばいいですよね。もう残業したくありません、お先に帰ります、終わりっていうね。別に残業しなければいけないっていうさ、就労規則とかあるわけじゃないと思うんですけど、いやそういうのあるのかな。だからさ、その、なんだろう、俺がもう疲れてるから、残業したくねえんだよとかね、いやもうそんなね、夜中まで仕事とかね、冗談じゃないって言ってね、そういうふうに、ちゃんと言えるような社会を作ることが大事なのであって、その電車のさ、時刻を言い訳にして、なんかさ、終電が終わっちゃうから、残業できませんとかさ、残業ここまでにしますとかさ、そういう言い訳に利用するために終電早くしてほしいっていうのはさ、なんかうーん結局その自分のやりたいことを主張する、自分のやりたくないことを主張するっていうのから遠ざかってしまって、なんか根本的な解決にならないと思うんですよね。だからむしろ私はその24時間鉄道を運行してほしいんですよ。まあ、もちろん東京とかだけでしょうけど、24時間電車を動かせばさ終電だから、残業終わりとかさそういう言い訳できなくなるじゃないですか。じゃあいつまででも働かせるんですかって言ったらさ、いつまででもですから翌朝になってもずっとずっとさ仕事続きますよね。でもそんなんじゃさ再現がないから、そうするとさ必然的にもう自分はここまでしか働かないって決めてるんで、もう疲れてるんで帰りますってさ、そういう主張せざるを得なくなってくるわけですよ。だって電車を言い訳にできないわけだから、そのねえで言い訳しちゃいけないんだったらさ、いつまでも働かされるんですかってことになりますのでね。でしかもその電車を24時間走らせれば、いろんな生活のパターンに対応できるというか、さまざまな生き方、さまざまな価値観に対して、対応できるようになるわけですよ。だから別にさその昼間働いて夜寝るとかねじゃなくて、夜働いて昼間ゴロゴロ寝てるとかさ、そういう生き方だってできるし、そのさまざまな、生き方に対応できるようになるので、だから今回のように JR 東日本が終電を繰り上げてしまうというのは、まあいろいろ影響は出るんでしょうけども、結局のところ人々の生き方ってものを狭めるってことになるので、やっぱりそうやって人々の生き方の選択肢を減らしちゃうようなことはしてほしくないなと思うんですよ。まあ少なくとも終電が早まることによって仕事を終わらせる言い訳に使いたいとか、そういうのはねやっぱり根本的な解決方法ではないよねって思うんですよね。まあ JR も商売なので儲からないから繰り上げてるっていうのは、これはもう事実でしょうね。まあ、お客さんがちょっと減っちゃったので、まあ、終電の時間帯とかね、やっぱりその、まあ、だから JR 東日本のさその社員の給料も払わなきゃいけないし、やっぱりちょっと儲からないので効率悪いので繰り上げるってことなんで、まあ仕方ない面もあるかもしれないですけどね。じゃあその私の意見を取り入れて、じゃあ東京で24時間電車運転しますと、でその代わり地方にしわ寄せが来て、
地方の列車が減るとかいうことになってくると、やっぱりその地方の生活がさらに不便になってきちゃうじゃないですか。そうするとやっぱりその極端に不便な地域が出てくるっていうのは、それはさ、日本の中でもその住む地域の選択肢ってものが狭まることになっちゃうわけですね。まあ、東京は便利かもしれないけども、地方だと不便すぎてちょっと住みづらいですよねってことになってくると、それはさ、東京では様々な生き方の選択肢があっても、そもそも住む地域の選択肢ってものが減ってしまうので、だそういうふうに考えたら、やっぱりその東京で若干そのコスト削減してでも地方の足を守っていくっていうね、まあ、ある程度こう地域の、平等というんですかね、そこまで極端に不便な地域を作らないっていう意味で、まあ、東京でちょっと列車本数削減するっていうのは、まあ、妥協案としてはあると思いますけどね。ただそれはあくまでも人々の生き方の、選択肢ってものをなるべく減らさないようにするため の、 妥協案に過ぎず、東京で、終電を繰り上げることそのものが良いことだとは思わないんですよ。だからさ、はっきり言ってしまえば、国民の祝日ってあるじゃないですか、まあ、成人の日とか勤労感謝の日とか、建国記念の日とか、緑の日とかさ、なんかいろいろありますよね。本来であればああいう祝日って全部さなくしちゃっていいと思うんですよ。だってさ、国がこの日は祝日ですって決めないと仕事が休みにならないっていうのはさ、おかしい話だと思いません？ねえ、そういうところはさ、休みたいんです、休ませてください、はい、じゃ休みますでさ、それが通るべきじゃないですか、本来であればね。まあ有給休暇とかちょっと分かりませんけど、私そういう労働環境とかよく知らないけども、その国のお墨付きとかがなくても、休みたいんだから休みます、俺の勝手だろっていうさ、それをちゃんと覚悟するべきであって、そのいや祝日ですからね、みんな休んでますからねっていうさ、そういう変な言い訳を使って、仕事を休むしかないっていうさ、なんかその後ろ盾とかさなんか言い訳がないと仕事を休めないっていうさそういう状況が問題なのであって、俺が休みたいから休むんだ、なんか文句あるかっていうね、まあ、そういうふうに言える社会を作るのが私の理想なので、そういう意味で、電車は24時間営業、そして祝日は全部廃止ね。うん。もう国はこの日が平日でこの日が休日とか決めないね。休みたいやつが勝手に休めるっていうね、むしろその休みたい人が堂々と休めるような環境を整備することが根本的な対策ではないかと思うんですね。ということで、今日はヤフーニュース毎日新聞から、JR 東日本が終電を繰り上げようとしているというね、ニュースを取り上げました。ご視聴ありがとうございました。